中学3年生、青島達也14歳です。僕の好きなことはサッカー、得意なことはバルーンアートと小さな折り紙を折ることです。僕のアピールポイントは長いまつげとクリクリお目目です。あと自然な時に出る笑顔です。ファイナリストに絶対残らない皆さん、応援よろしくお願いします。こんにちは、青山ひろきです。愛知県名古屋出身の大学4年生、21歳です。特技はクランプというジャンルのダンスをやっています。将来芸能界に入ったら、自分の演技やテレビに出ている姿を見て、一人でも多くの方に勇気を与えられるような人になりたいと思っております。このコンテストでは絶対にグランプリを取ります。よろしくお願いします。こんにちは、北海道出身の19歳、大学1年生、青山亮太です。好きな食べ物は味噌ラーメンとか辛味噌とか、辛いものが好きですね。もし将来芸能人になれるのであれば、菅田将暉さんのようなかっこいいと思っているので、演技で何か人に伝えられるような人になりたいと思っております。応援よろしくお願いします。朝倉ジョーです。15歳、高校1年生です。横浜に住んでいます。特技はバスケットボールです。身長は180と高い方なので、モデルなどの面でも活躍できると思います。グランプリ取るので応援よろしくお願いします。はじめまして、最近一丁前におできものに悩まされています、高校2年生の浅谷亮介です。よろしくお願いします。長所と短所を言います。長所は一度決めたことに対しては最後まで諦めないところで、短所は少し調子者なところがあるので直したいと思っています。最近は筋トレにハマっているので、皆さんにお会いできる頃にはマッチョな姿をお見せしたいと思っています。自己紹介が30秒と聞いていたので、特技の筆記を事前にやってきました。アマチュアレベルですが、これからもよろしくお願いします。阿部亮介です。福岡県出身の22歳です。僕の特技の坊ちゃんのモノマネをしたいと思います。いきます。僕、坊ちゃん。このジュノンボーイコンテストでファイナリストになってグランプリ取ります。応援よろしくお願いします。播磨千悠です。13歳の中学2年生です。趣味は釣りと絵を描くことです。好きな食べ物は乳酸菌の入った食べ物です。小学2年生の頃からサッカーを続けています。新しいジュノンの歴史を作ります。よろしくお願いします。関東在住、中学2年、13歳の石川翔馬です。僕は水泳部に所属していて、得意な泳ぎ方は自由形です。皆さんの理想の彼氏のようなモデルや俳優になりたいと思います。グランプリ取れるように皆さん応援よろしくお願いします。こんにちは、北海道出身、石澤拓郎です。こんにちは、北海道出身、石澤拓郎です。最年長の22歳でございます。コンテストを通してたくさんの方に僕の存在を知っていただき、そしてその方々が少しでも元気な気持ちになってくれればなと思います。気合と気持ちと元気は誰にも負けません。初の最年長グランプリ目指しておりますので、皆様応援のよろしくお願いいたします。伊地知ムアです。中学3年生、14歳です。僕は緑区に住んでいます。僕の特技はビートボックスと陸上です。よく休みの日にみんなと公園に行き、走ったりと競っています。僕は運動が得意なので、運動を得意とする俳優さんになりたいと思っています。皆さん応援よろしくお願いします。石原優斗、14歳、中学3年生です。アクロバットとバレエダンスが得意です。スタントも演技も両方できる俳優さんになる夢を叶えるため、グランプリを目指して頑張ります。皆さん応援よろしくお願いします。伊藤優生です。中学3年生の14歳です。京都に住んでいます。部活動はサッカー部に所属し、サッカーに明け暮れています。最近
ハマっていることはリフティングです。今までのサッカーは試合に勝つための練習をしていたのですが、動画審査用に練習した見せるリフティングにハマっています。絶対にグランプリ取りたいです。応援よろしくお願いします。犬山ハイトです。20歳の社会人です。特技はバスケで、高校では国体にも入り、 YouTube の方にも上げてもらっています。もっともっと有名になれるように頑張りますので、応援の方よろしくお願いします。井原優です。高校3年生17歳、沖縄県に住んでいます。三振が上手になりたくていつも練習しています。将来はモデルも俳優もでき、自分らしく好きなことをできる努力の芸能人になりたいです。自分らしく全力で頑張ります。応援よろしくお願いします。こんにちは、入江拓人です。兵庫県出身の15歳、高校1年生です。僕は特技が2つあって、1つはバスケットボールをすることと、もう1つはこんな感じで絵を描くことです。バスケットボールは小学3年生からやっていて、小6、中1、中2と3年連続選抜に選ばれました。今も183センチという身長を生かして頑張っています。僕はもうそろそろで2歳になる弟のかっこいいヒーローになるために絶対にグランプリ取るので、皆さん応援よろしくお願いします。こんにちは、岩井太陽です。九州出身で今は京都で一人暮らしをしています。僕はメイクが大好きで、日々いろんなジャンルのメイクを研究しています。ちょっとした工夫で別人に見えるので面白いなというふうに思います。自分の将来の夢は男性の役も女性の役もできる俳優になることです。いつかは自分の脚本で映画も撮りたいなというふうに思います。絶対にグランプリ撮りたいです。僕は応援よろしくお願いします。僕は高校2年生の岩垣寛人です。関西に住んでいます。僕は料理が得意で、いつも朝スーパーに行き、アジやメバルを買ってお刺身や煮付けを作って食べています。その他にもスポーツが得意で、バスケが得意です。グランプリが取れたら料理番組もできる演技派の俳優になりたいです。必ずグランプリを取りたいと思うので、皆さん応援よろしくお願いいたします。熊本県出身、福岡県大学2年生の岩崎聖太です。自分は小学校から高校までサッカーをやっていて、リフティングが得意です。趣味はランニングをすることや音楽を聴くことです。目標は今までにないジュノン初の兄弟ファイナリストということを目指して、皆さんと一緒に頑張っていきたいと思いますので、応援の方よろしくお願いいたします。こんにちは、岩永素直です。高校3年生、17歳、身長は176センチです。最近ハマっていることはショールームで配信することと筋トレと、あと豆乳を飲むことにハマっています。将来僕は、僕にしかできない演技ができる俳優になりたいと思っています。そのため僕はこのジュノンボーイコンテストでグランプリを取ります。なので皆さん応援よろしくお願いします。バイバイ。上田智樹です。16歳の高校2年生です。サッカーと声真似が得意です。サッカーではリフティングやドリブル、声真似は今もレパートリーを増やしています。身長が183センチあり、運動神経も良いと思うので、いろいろなジャンルで活躍できる俳優を目指しています。絶対にグランプリを取りますので、皆さん応援よろしくお願いします。上野大です。大阪市出身、20歳です。趣味は生き物を飼育することや、ゲームをすることなどです。家でも様々な生き物を飼っており、中でもサソリやタランチュラといったちょっと、変わったものも飼育しています。生き物の知識は誰にも負けない自信があるので、この誰にも持ってないであろう特色を生かして、夢を叶えていけたらなと思います。応援よろしくお願いします。皆さん、はじめまして、上林博です。今年で16歳になる高校1年生です。身長175センチ、体重55キロです。僕の趣味はチューバという楽器を吹くこととゲームをすることです。グランプリを取ったら高杉真宙さんのような俳優になりたいと思っておりますので、
応援よろしくお願いします。牛久保光平です。大阪府出身、21歳大学4年生です。僕は高校の頃全国ベスト8まで行ったバスケ部の応援団長をやってました。だからみんなを応援して励まして元気づけられる俳優になりたいです。どうぞグランプリまで行くので応援よろしくお願いします。頑張るぞ。愛知県出身16歳の牛田亮です。趣味は走ることです。自分の性格は、おっとりしている感じです。これからも頑張りますので応援よろしくお願いします。新潟県出身大学3年生20歳の内山俊樹です。過去に卓球、水泳、バドミントン、そして社交ダンスを経験していました。現在はボランティア活動や経済学に力を入れています。将来は、知恵と利益を誰かのために使うことができる立派な俳優さんになろうと思います。グランプリ目指して頑張ります。はじめまして、大川健翔です。15歳の高校1年生です。得意なことは球技全般ですが、特にバレーボールとドッジボールが得意です。あと身長が182センチあるので、高いところのものを取ったり電球の交換ならいつでも僕に言ってください。すぐに飛んでいきます。精一杯頑張るので応援よろしくお願いします。大高雅樹です。茨城県出身の18歳です。自分の特技は中学高校とやっていたバスケットボールや8年間習っていたピアノ、そして検定1級を持っている電卓の早打ちなどがあります。絶対にグランプリを取っていつか誰からも認めてもらえるような人間になります。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。こんにちは、大谷亮賀です。現在21歳、身長175センチ、特技がサッカーとピアノの大学生です。理系の学部で勉強していて、手先が器用なんですけれども、たまにおっちょこちょいなところが出たりします。いろいろな方々を楽しませたり和ませれるような存在になりたいと思っています。応援よろしくお願いします。中学3年生14歳、大西海地です。高知県に住んでいます。特技は歌とダンスで、歌ではカラオケ大会に出場して賞を取ったことがあります。ダンスではいろいろなステージで踊っています。もっと自分のできることを見つけて自分磨きをしたいです。絶対グランプリ取るぞ。大峰瑠衣です。平成10年8月27日生まれ、21歳、沖縄県出身の、身長が178センチ、趣味がアニメ鑑賞とゲームをすることと、特技が声真似と歌と、絵を描くことです。グランプリ勝ち取りに行きたいので、いや行きますので、ぜひ応援よろしくお願いします。